ちは。こんにちは。YouTuber の中でさ、はい、じゃあ誰だっけ、ナオキモン TV。 ああ、はい、こんにちはって言うんだっけ。はい、どうもこんにちは。はい、こんにちは。ね、はい、まあ結構好きで見てるんだけどね。いいですね。はい、はい、はい、今日は柳田選手ね、はい、復帰おめでとうございますね。はい、やっと帰ってきたね、ミスターホークス。ね、はい、ね、やっぱこうなんていうのかな、打線を組んだ時に、はい、まあ柳田がいなくてもその首位を走ってたり、はい、まあ苦しんでたけどね、走ってたけども、また実際帰ってくると、はい、ものすごい厚みがあるよね。あ、ものすごいやっぱ存在感があるね。はい、あ、やっぱりいるのといないのじゃこれだけ違うんだってい う, こう打線を見た時に、はい、なんかそれを感じたけどね、うん、昨日、まあ、21日だっけ。そうですね、帰ってきたのがね、はい、うん、帰ってきたのがで即スタメンということで、で1打席目にレフト前かな、三遊間を抜いて、はい、まあ、ヒットで、まあ、飾ったんだけども、まあ、チームは負けたんだ、はい、ボル負けだって。だから分かんないな、うん、そうですね、すごいのが帰ってきたからって勝つわけじゃない、うん、やっぱ9人中の1人なんで。そうだ、ね、どこまで行っても、はい、だからそういう意味ではまあでも負けたのは残念だけども、はい、これからだよね。そうですね。でもまあスイング見てたらやっぱその怪我前と何ら変わらなかったしね、うん、フルスイングしてくれてるし、はい、だからすごく魅力のある選手が帰ってきたかなという。そうですね。ただやっぱり まだ DH ということで、はい、守備についてないから、まあ調子が上がってくるのはやっぱ守備についてからかな。やっぱね、守備ってバカにならなくて、はい、あれだけ動いてるじゃない、守備の時に、はい、あれでやっぱこう体のキレがなくならないとかさ、はい、DH だったら打つだけじゃない。そうなったら、うん、やっぱ体がだんだんなまってくるんだよね。だから、うん、やっぱりリズム的にも、はい、やっぱ柳田みたいな選手は守備についた方が調子が上がってくるだろうね。うん、でもファームで復帰した時に涙の会見みたいな、うん、なんか本当に野球はこのままできなくなるんじゃないかっていうね、恐怖との戦い、はい、そういうこともあって、そういう包み隠さずこう話をくれたけどカメラの前で、はい、だけどこうやって無事に帰ってきてくれて嬉しいよね、やっぱね。うん、そうですね、やっぱり見たい選手だもんね、はい、魅力のある選手じゃない、見てて面白いし明るいし、はい、だからあのフルスイングが見たいと思って、はい、夏休みね、心待ちにしてた子供たちにもいると思う、まあ、多いですよね、絶対。いや絶対、はい、まあ、人気が一番ソフトバンクの中であるんじゃないかなと思うぐらいの選手だから、はい、だから夏休み中に復帰してくれて、はい、まあ、これからまあソフトバンクは揃ってきたな。ソフトバンク強すぎますよね、ちょっと。いや、まあ、強すぎるっていうか、やっぱりちゃんとした選手を取ってるというか、育成もちゃんとしっかりしてるというか、はい、で岩崎っていうのも帰ってきたしね、ピッチャーで、ね、だからもう層は厚くなるばかりだよ。厚苦しいぐらいだよね、はいはい、2軍でも1軍に勝てるんちゃいますかっていうレベルじゃないですか。いや、この前ファームのな試合見てたらさ、はい、和田投げる、バンデンハグ投げる、加山おる、もう中村おる、これ1軍で十分でしょみたいな。はい、で相手が中日だったんだけど、はい、ネオぐらいしか知らなかった。へえ、そのぐらいの格差があるって。アームでもだからもう怪我人が調整してるみたいな感じだよね。やっぱファームでも1位なんですか。いや、分からん、そこは分からん。あ、そこ調べとけよ、はい、それ言うんやん。確かに、これまたこすられる。いや、すぐ調べます。いや、やっぱ強いと思うよ。ただやっぱファームは勝つところじゃなくて育成の場だからさ、はい、勝敗は度外視してやるケースもたくさんあるからね、はい、だから必ずしも首位っていうことはない。はい、やっぱ1位、1位です、やっぱそうだ、はい、それは負けるはずがないもん。そうですね、和田とか調整で投げたってすごいもんな。うん、だいぶありますね、あるでしょ、差が、はい、何ゲームぐらいある。あ、でも言うて4ですね。どこ2位は。2位阪神です。ああ、阪神ピッチャーいいからな。あ、そうなんですか。うん、野手はね、そんなに飛び抜けていいのっていうのは、足の速い選手が多いんだけど、はい、そんな突出してる選手はいなくて、ピッチャーがいるね。あ、まあ、だけど柳田選手が帰ってきて、はい、ね、
もうあとはマジックが出るなこれな、うん、西武俺優勝予想なんだけどね、はい、ちょっとね今年は厳しいかもな西武はね。まあでも柳田選手の活躍期待します。頑張ってください。頑張ってください。